パーツの切り方にはいろいろありますが、僕は一番いいと思っているのは、このゲートを少し余裕を持ってこう切って、余裕を持って切って、少しゲートを残した状態にして、さらにゲートを少し残して、少し残して切る理由は、この切った時に割れてここが白くならないようにするためです。切って切れ味の良いこのカッターで、ここですね、ここですね、ここを切り落とすか、ここの部分を削り落とすと、削り落としてもう少し残るんで、さらに削る。ここはちょっとまた削り、ちょっと削りすぎちゃいましたね。削りすぎないように注意してやるとゲート跡が目立たなくなります。ここと、ここですね。これがこのさっき切ったまんま。ここが少し削りすぎたけど、処理した跡。ここもちょっと処理します。これ以上きれいにするためにはヤスリで削るしかないですね。試しにヤスリで削ってみましょう。ではちょっと削ってみます。これ400番のヤスリです。ここがさっきのゲートのところですね。ここが全部削れるぐらいまで。400番で削ってほぼさっきのゲート跡が分かんなくなったん で、ここがさ、この見て分かるようにこの傷だらけになっちゃったんで、これを今400番で削ったんで、今度は600番でちょっと磨きます。で、これ600番です。で、ちょっと600番でもちょっときれいにしていきます。さっきよりはきれいになりました。ちょっとやっとこうかな。これでもう少し目の細かいヤスリで削って仕上げていきます。今度は1000番で磨いていきます。
拡大するとよく見えますが、この辺がまだ傷ついてますね。さらに細かいので削ります。じゃあ1500番で削ります。本来は1000番ぐらいでいいんですが、今回はなるべくツルツルにした方がいいと思うんで、わざとこれでやってます。で、ゲートの跡自体はほとんど見えなくなってると思います。本当はもっとツルツルにできるんですが、で削って分かりましたが、ここの部分が微妙に引けてたんで、ここだけ削れてません。ピントが合わないな。あった、ここが削れてません。ここは引けてるっていう証拠ですね。ゲートはここにあったんですが、もうほぼ分からなくなってます。ここにあったんですけども、ほぼ見えません。水つけて拭くと、まだこのこっちのテカテカ感がないですね。ここはナイフで削ってませんが、ここはヤスリで削る技をやってみます。で、今400番で削って、今度は600番でもう少しきれいにして、1000番でもう少し仕上げて、1500番で仕上げる。さっきのゲートの跡はなくなりました。この細かい傷を消すにはコンパウンドとかを使うしかないですね。